マチュアの人はそのドライバーのスライスをですね、やっぱりこう直したいと、もう綺麗なドローボールをしたいとこう考えている方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、スライスには、まあ、いろんなこう理由がある。大きく勘違いしている部分がいくつかあって、その勘違いをある程度適正に直すことによって、スライスの、動きをかなり改善したというのが今回のレッスン会なんですけども、これはですね、本当にこう視覚的な問題がすごく多くて、なかなかちょっとこう動画とかで説明するのは難しいかもしれませんが、まあ、簡単に言うとですね、まあ、ターゲットがありますね。まあ、このターゲットにフェースをまあこう正確に合わせると。でこの正確に合わせる、ここまではほとんどの方がまあできるんですけども、じゃあこのボールをまっすぐに飛ばそうというふうに考えた時に、このボールがどの方向に飛ぶのがまっすぐかということをほとんどの方が理解してないので、今回のようなカット軌道のスライスからなかなか脱却できないという女性の方なんですね。で、ここですごく難しいのはですね、まあ、当然こうターゲットにスタンスがこう平行にこう例えば構えた場合ですね、当然ドライバーだと打ち出し角がまあ15度ぐらいの高さなので、まあ、この辺の高さにこう飛んでくるんですね。で、この後方から見るとこの下の線に対して上の線は当然一直線上に重なってはいるんですけども、この線がですね、こっちから見ると全く重なって見えないっていうのが、今回の問題点なんですね。で、じゃあこっちから見るとこの上の線はどのように見えるかというと、下の線よりかはるか右に見えるんです。なので実際ここに構えた時に、この最初に設定したこの線のよりか相当右側に打ち出すつもりでダウンスイングが入ってこないといけないのが、この線上に打とうとすると必ずカット軌道になってしまうというのが、この見た目の錯覚が起きているということなんです。で、これをですね、例えば、まあ、ちょっとじゃあカメラで分かりますかね。まあ、ここにカメラが今ありますけども、おそらくこの画面上に映ってるこの下の線と上の線はその画面からは絶対にこう重なっているように見えない。こっちの線の方が多分こっち側に見えてるはずなんですね。この線は、飛球線の上を通っている線なんですが、自分のアドレスから見たこの線はすごく右側に見えてるんですね。ってことは、このにボールがセットされてあったこのボールをこの最終的なこうターゲットに飛ばすためには、打ち出しはこの見えてる線よりかかなり右に出てる感覚にならないと実際にこの線の上は飛んでいかないということなんです。ところが例えば画面上でですね、じゃあこの線が重なったって言ってもらってさ、はい、はい、でこれで多分重なってるんですけど、自分の見た目だとこの線上に球を飛ばすとこの線が重なって見えてます。でこの線っていうのはちょっとこっちから見ていただいて、こっちからカメラを見ていただいたんですけど、はい、この線はこの後方から見るとこれだけ左にこうなってるんですね。ですから自分のアドレスの地点から見た立体的なこのターゲットというのは、この下の線で考えるとこんなに左に見えてしまうんです。でそうするとここに向かってクラブを振る、要するにこの線に向かってクラブを振ろうとすると、実はこんなに左にクラブを振ってるってことになっちゃうんですね。自分から見えてるこの線はこの線よりかかなり右に見えてないとおかしい。逆に言うと右に球を打ち出そうとしないとカット軌道がなかなか直らないというのが、多くのアマチュアが出球をしっかり意識できていないというところにスライスの原因があるので、ぜひですね、実際にスパットを実際いざ決めたら球はこのスパットのはるか右に飛ばせるようなつもりで打たないと、どうしてもカット軌道が直らないので、ぜひここは注意して取り組んでいただきたいと思います。